Welcome to Shuri Channel。 パンチクラブ前回の続きなんですが、前回の謎展開からですね、一応 To be continued となって、お前が俺の父だーってなって、あれ？え、いけんの？みたいな。意味が分からないよ。え、これクリアしたことになってんの？あれで終わり？ちょっと見交わせないとよく分からないんだけど、ストーリーが。ここはどこだ？あれ？うそん。どうやらあれで終わりだって。私がお前の父だ。終わりかよ。いや、よくわかんないんですけど、わかってない。もうわかってるもん。え、最後の方がちょっとよくわかんない。私も動画を見返せないとわからない。あ、これ、他のとこ行ったら終わりだぜ。いけんの？あ、いけちゃったみたいな。いけちゃったんですけど、みたいな。もうそして戻れないんですけど、みたいな。もうないよ。150。あ、私も嬉しいよ。終わりです。終わりました。謎です。ちょっと最後が完全に置いてくぼりを食らってますが、悪人ルートにね、行くこともできましたけども、まともなグッドエン、ヒーローモードの方で、クリアをしたらしいんですけど、お前は俺の父親だーっていう、それで終わりですかみたいな。この悪人ルートもやれば、わかるんですかね。なんかわからなそうな感じがしますけど、保管されんのか。ええっていう、悪にメダルは悪に染まりだしたんで、その兄弟を、誰かが兄弟だったんでしょ。よくわかんねえな。思い返してみてもよくわかんねえな。ちょっとストーリーはおまけ。ちょっとそれもったいないないなとは思うんですけれども、猫ちゃん死んじゃったしね。まあただそうしてなかなか楽しめたと思います。育成ものですね。そしてただ10番ぐらいから結構その権限値を上げるのがものすごい大変になってきたんで、その下がるシステムはいらなかった。ここまでめちゃめちゃにスタテス下がらなくてもいいんじゃないかなっていう気はしたんですけど、めっちゃ下がりますからね。あれがちょっと
その間延びしちゃった、中盤以降間延びした原因になったんで、そこをもうちょい緩くしてもいいのかなという気はしました。まあ、じゃないとぬるげになっちゃうっていうのもあるんでしょうけど、ね。というわけで、まあ、パンチクラブはシリーズはこれで終わりかなっていう、悪人モードもやってもいいんですけど、保管できんだろうね、全然ありなんですけど、もうやれることはないので、ただお金がもう入ってくるわけじゃないですからね。どんどんこっち側のモードもやってないですし、アルティメットチャンピオンの方も行ってないですし、まあ、ドーンシリーズでこっちなんですよ。悪の道はこっちの方なんだろうけど、パワーマーを組み立てて、ルートは、まあ、クリアしたかなみたいな。ここは何だかよくわかんないですけど、まあ、何個かね、できてないのがあるんで、これもなんか悪い悪人ルートだと思うんですけど、こっちはね、この上が悪人ルート、善人ルートでもう一個なんかあるっぽいんですけど、それはクリアができなかった。ラッフィーの方は結局まだ打ててないですね。という感じでしょうか。ちょっとストーリー置いてきぼり感、まあ、スチームのレビューでもストーリー置いてきぼりっていうレビューが何個あったんで、まさにその感じになりましたけど、ロイが死んだりとかで、ね。まあ、そういうのはありますけど、ゲームとしては非常に面白いな。感じをしました。できるならばこの熊の方ですかね、それではなくて力を、ね、物理でぶん殴って倒す先手必勝みたいな容赦なき攻撃性、まあ、こっちでも試してみたいなとは思うんですけれども、終わりです。悪人ルートももしかしたらバージョンアップしていろいろとこの辺のそのなんか突拍子のないストーリーがちょっと保管されて、ある程度ね、そしたら悪人ルートとかもやってみたいなと思うんですけど、現状、悪人も言ってもなんかこんな感じで丸投げされちゃうようなゲームだったんで、ゲームとして非常に、面白かったですね。熱中度が高いゲームです。まあ、セールとか見て、ちょっと値段がちょっと高めなので、他のゲームと比べると1400円くらいかな、したような気がするんで、私はセールの時に買ったような気がするんですけど、まあ、セールの時も狙ってみるのはいいのかもしれないです。半額とか、割と楽しみ。私は完全に耐久性を上げましたけど、まあ一番難易度の高いのは多分スピードの足技だと思いますが、かわしていくスタイルですね。まあどちらもマックスまで、こうスキルツリーのマックスまで強化したら、まあほとんどそれクリアできます、ね、と思います。こういう形全部やると多分クマだろうがトラだろうが全部クリアはできるようになってると思うんですけど、ただトラの方が割と難しいかなっていう気はするんですけどね。そんな感じです。音楽が非常に面白いパンチクラブ、今回でシリーズ完結でーす。また別のシリーズやってますんでね、ぜひですね、こうマイナーなゲームを発掘していきますから、積みゲーでぜひ、見ていただけると嬉しいです。それじゃあ今回はここまでです。パンチクラブ。
シリーズ通して最後まで見てくれてありがとうございました。また次回シルイチャンネル他の作品でお会いいたしましょう。これもね、キク投げてますけど、まあ、いっかなみたいな、とりあえずストレークラしたからいいかな。結構これ集めて 50% で集めてボス、いっかみたいなそんな感じでした。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルイでした。